ピンクコインでとりあえず A を押したら何か結果が出るでしょう。あ、 A か。ん？あれ A ってジャンプできたっけ。俺いつも B でジャンプするんだけどな。ほんとだ、サンダーできた。でも別にピンクコインのとこじゃなくてもいいんだ。別にピンクコインのとこじゃなくても大丈夫だよ。花ちゃんを踏む瞬間とかで全然平気。ほら、うん、ですね。これはあれかな、花ちゃんをタンタンって踏んでるからかな。はい、もう一個送ってくれてます。こちら、音符ブロックは空気と連動している。今ちょうどヤマトの方が来たんですけど、午前中にも来たんですよ。なんでまとめて渡せなかったんだろう。あれかな、一回センターに戻ってまた荷物がってなったのかな。すごい効率悪いよね、それって。何なんだろう。たまたま一回目、ええー、どういうこと。謎のジャンプがあった。忍者かな。忍者マリオかな。大丈夫かな、これ大丈夫かな。9月の28日にいただいたスピランコースです。クリア者がいないスピランほど怖いもんはないよな。うん、え、わーうん、こうか。 OK、 まあ倒していいのか。間抜けですね。入って音符、え、音符使わないのかい。あー、やばい、落ちちゃった。まだ生きてる。音符、あー、行き過ぎるとガリガリに当たるのか。持たせてあげて、かぶるのかな。かぶるんですね。了解、行きましょう。なんすか。あー、取られた。取られてしまった。え？ということは、ここじゃないってことですよね。じゃあ、わかんない時のみ、おお、なかったぞ。これに入ってみましょう。おお、正解っぽいぞ。うわ、入れちゃったなー。多分下だな、これ。うん、思った通り。あんだけドカンあって上の方だったら逆に下行かないとダメだよね。あ、違う、いいんだ。さっき入ったのはこれ。これじゃなくて、これじゃなくて。あ、右に飛ぶって説があるな。先にそっちを試しとこう。でも俺は左下なんじゃないかなって思ったんだよね。こっちでいいんだ。こんなもんでどうでしょう。あー、結局死んだ。食らった。全部壊さなくてもいいよってことだよね。でもなんか後ろに隠れてる説もあるよね。そうだねー。ほら、あった。これでいいかな。時間に余裕がないか。とりあえず入っとくか。隠し、オッケー。でもちょっと一個隠しの位置がずれてたな。俺の中では。右飛び。予想ね。完全予想全部。オッケー。行き過ぎると死ぬのか。違う、これスタート。間に合うか。間に合ったな。これもスターでしょ。オッケー。うわー、右飛びしてみた。え、くえ、わーつ、ここに隠し、え、ない、え、そうか、これでみんなやめちまったんだな。みんながやめちゃった理由はあれか、スピランじゃなくてドア探しになっちゃったからか。そういうことか。そういうことだそうです。なるほどね。ドア入るじゃん。で、まあこれでゴールですね。 OK で、右じゃなくてこっち、ほっ、 OK、 これに入って土管に入って、で、ここに繋がってます。よいしょ。で、こっから難しいんだよ。あー、ミスター。あー、詰まっちゃダメー。で、ここに入れなかった。
あー、ちょちょちょ、またやった。ここ。あ、いや、でも、投稿者用ルートでクリアしたくなるのもわかる難しさだよ。普通にきついよ、これ。普通に道中きついしね。あぶね。道中普通にきついからね。その上最後も結構ハードだからな。またやんなきゃいけないのってなるよね、やっぱね。気持ちはわかるわ。普通に俺もしんどいもん、やってて。ちなみにここ右下行ってゴールできますよ。2パターンある。ルートは。あぶね。まあ、かたくなに正規で頑張りますけど。ほっ。納得の難しさですよ。正規はきつい。慣れてしまえば時間に余裕もできてくるけど、普通に時間もギリギリな感じだしね。さあ、メット状態できたぜ、さらに。これで勝ちゲーでしょ、さすがに。おっと、調子乗るから、ほら。やばい、調子乗るからさ。メット取られちゃったじゃん。しかもだいぶタイムも遅い。4秒くらい遅い。調子乗っちゃいけんすね、やっぱね。さあ、行きましょう。ここに降りて、ここに。こっ、よーし、オッケー。オッケー、正規クリアー。もう一本のルートはいいよね、さすがにやんなくてね。オッケーオッケー、じゃあ次行きましょう。カオスだな、タイトルが。ヒュンヒュンガシャガシャドーンカーンか。カオスだな。9月の28日にいただいたコースです。まずはここで耐えるじゃん。ひたすらファイヤー状態。ひたすらファイヤー状態で耐えるじゃん。倒す。で、見極めていく。落ち着いて食らって。ちょ、待って、ちょ、待って。これ取って。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。あーばばばば。あーばばばー。激しい。激しすぎ。あべ、助かった。やばいやばいやばい、完全にホモゲーとかしたマリオが。待って、死ぬ。やばい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 。オッケーオッケー、ホモゲーかな。倒せない倒せない。ボムヘイちゃんと誘爆してもらうしかない。あ、ダメだ。ボムヘイちゃんももうここまで届かなくなってる。よーし、倒した。で、問題はこっからどうするかだな。落ち着いて食らって、待て待て待て、落ち着いて食らうじゃん。で、食らって無敵状態利用してここ乗って、しゃがみで抜けて完璧な勝利。 OK。 はい、こちら行きましょう。9月の30日にいただいたコースです。で、申し訳ない。取り損なってたわ。今気づいたわ。よかった。このコース終わった時に気づいたんで。で、その、ネタバレ系のコースじゃないんで、まあ、許していただきたいかなと思います。初代って足す、初代も足すできるんだな。おぉ、しかも自動かよ。すげえ。想像以上にタイミングが難しいですね。取ってすぐ。うん、取ってすぐだな。これは反射神経系だ。オッケー。こちら10月の1日にいただいたコースですね。ネタコースだそうです。Pスイッチを貯めて踏むと光を帯びて飛ぶ？飛んじゃう？とりあえず貯めてみましょうか、じゃあ。まずはそっから。お、どんどん上に上がっていく。なんかマイクラみたいだな。この重さならできるぞ、ヒップ耐久が。練習できる。いやー、でもそれでも難しいな、タイミングが。俺クルンのタイミング早いんだな。オッケーオッケー。
さあ完了ですね。ほぼほぼ全部乗っかりました。重いマリオがすごいスローモーションゲーになってる。溜めて踏むと光を帯びて飛ぶ。さあ行きましょう。スローモーションでもう一回再生します。さあじゃあ参りましょうか。ラストスピランやって終わりましょう。初心者にも安心スピードラン。再び難易度は上がったらしいよ。かつてやったことのあるやつなんだろうか。どうなんだろう。いやでもちょっとわかんないな。うん、多分初見だよね。似たようなやつはもういくらでもやってるかわかんねえや正直な話わかんねえっすわ。 OK、 ドアに入って、あ、やべ、逆だった。上上スピン OK、 スピン OK。 クリボーが描かれてますね。うわー、スターだった。反応悪かったわスピンしちゃった。トーン、はい、残り4秒ゴール。お疲れした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。